おみ神社は、長野県飯田市、座ザコジ市場2516にある神社。旧社家具は孫社。ザコ寺ジ地区のうぶすながみであり、約1400個がうじ子となっている。おみは、朝を作ることができる、豊かな土地という意味を持つ。かつては、八幡社、八幡宮、大宮諏訪社などと呼ばれていたが、安政年間にはザコ寺ジ村の名主であり、国学者の北原稲尾が、 おみという言葉を機に、入り、1875年以後に、おみ神社と呼ばれるようになった。明治期に新築した学校を、おみ商校と呼ぶようにしたのも、北原であるとされる。境内には、北原の石碑が混流されている。天正年間よりも前に改装されたと伝えられている。霊祭日に奉納される、獅子舞は、文化8年が創始とされる。元旦祭、春祭り、 秋祭り、勤労感謝祭と、毎年4回の礼祭がある。4月の春祭りで奉納される、獅子舞は、お囃子を奏でる屋台をホロで覆った、屋台獅子である。2011年は3月11日に、東日本大震災が起こったため、春祭りが半年後に延期され、10月23日に、獅子舞が奉納された。1874年に境内に、 おみ商工が建設される前は、旧の境内社の社殿があった。おみ学校は110年間にわたって境内にあったが、1984年には、境内から離れて400メートル北の別地点に移転している。長野県道229号市場桜町線から北西に山道が伸びており、県道と山道の交差部に一の鳥居がある。1887年5月に、 石材の加工を開始し、1888年2月から4月に、混流作業を行った。岩屋は、飯田、桜町の今井町作であり、当領は、北原米太郎である。この一の鳥居は、下稲郡で最も大きく立派な鳥居であるとされ、1960年には、稲郷土史学会から、稲一の表札が与えられた。社殿に至る石段の手前には、 長野県最古の学校校舎である、旧座工事尾身学校校舎があり、その脇には、樹齢約350年の尾身の里舞台桜が、植わっている。参道は社殿近くで二手に分かれており、片方は、尾身八幡宮に、もう片方は、尾身すわ社につながっている。歴史小学校校舎時代1898年に、完成した大石垣1872年6月には、 元善光寺に、筑間県第32商工が開校した。1874年4月には、おみ神社の境内に、現在の旧座光寺おみ学校校舎を新築し、おみ商工と改称した。飯田屋下稲では、人形芝居や歌舞伎が盛んだったため、学校と舞台という二つの機能を合わせ持つ建物を建設したのである。舞台と学校をした様式を提案したのは、 ザコ寺村出身で岐阜県の役人だった今村正樹である。当時の学校校舎は松本の開地学校のような洋風建築が主流だったが、おみ学校は舞台を兼ねたことで純和風建築となり、洋風の要素は認められない。普段は学校校舎として使用するが、一階は舞台としても使用できるようになっており、舞台として使用する場合は観客が 前提に座って鑑賞した。ただし、実際に舞台校舎で芝居が上演されたのは1881年の1回だけであり、徐々に学校として使用しやすいように改修されていった。1889年の町村制の施行により、近世以来の座高寺村が単独で座高寺村となっている。1956年には座高寺村が、飯田市と合併し、 座高寺、村立座高寺小学校は、飯田市立座高寺小学校に改称した。小学校移転後座高寺小学校は110年間も、おみ神社の正面に高地を構えていたが、1984年には、高地を、境内から離れた北約400メートルの場所に移転した。舞台校舎は現存する長野県最古の学校校舎であり、 1985年には長野県指定有形文化財に指定された。1992年には長野県観光選定委員会によって新州見所を100選に選ばれている。座高寺小学校の施設は舞台校舎など3施設を除いて取り壊され、跡地に座高寺公民館や飯田市役所、座高寺支所が建設された。 武田仙之助記念国際糸操り人形館その後、舞台校舎以外のすべての施設が取り壊され、跡地に武田仙之助記念国際糸操り人形館などが建設された。武田仙之助記念国際糸操り人形館は1997年11月4日に着工され、1998年8月に仮オープン、1999年4月に、 正式オープンした。建設費は1億7220万円。鉄筋コンクリート作り平屋建てであり、延べ床面積は約600平方メートル。建物の痛みが激しかったため、1995年時点で舞台校舎の建物内部は非公開となっていたが、飯田市は約1億円を投じて、建築当時の姿への復元整備を進めた。 学校として使用するために、舞台上に設置されていた間仕切りや廊下などを撤去し、建築後に改変されていた階段を原型に戻した。外壁を塗り替えたり、ガラス戸を格子戸に戻すなどした。1997年4月6日には復元後の、コケラ落とし公演として、大鹿歌舞伎の三番層などの上演が行われた。特徴舞台は階建ての木造建築であり、幅は、 約18メートル、奥行きは約13メートル、高さは約12メートル。延べ床面積は約510平方メートル。正面には長さ8件の量が渡され、その左右には格子窓とともに、太遊座、下座と呼ばれる歌舞伎の語りや演奏の場所が設けられた。2階は教室として設計されていたが、床を取り外すことで舞台の一部となった。 1874年4月には、千曲県ゴンの長山森テルが訪れ、山の麓に美を尽くした盛大な学校ができたと、称賛した。また、ゴンからは、軍会一の大学校とも称されている。旧座工事おみ学校校舎の正面には、おみの里舞台桜という名称のしだれ悲願桜の一本桜がある。樹齢は、2004年時点で400年以上とも、 2007年時点で350年から400年とも2012年時点で約350年とも、強行周囲は約4メートル、幹回りは5メートル、樹高は12メートル、約12メートルとも10メートルとも、花弁の紅色が濃いことが特徴である。主幹の根元は半分に欠けており、上部で3本に分かれている。細い枝には円形に花がつき、 滝のように幾筋にもしだれている。歴史1987年頃には老化と病気に苦しんで樹形が乱れ枝が朽ちて腐食も進行した。雑工寺の住民が交代で薬を塗布するなどした結果、再び美しい花を見せるまでに樹勢が回復した。高さ2メートルほどの場所から横に長く伸びた枝には添え木が当てられている。2004年には 財団法人日本への会によって、新品種と判定され、半屋エベに悲願しだるという品種名が付けられた。2005年には、住民団体であるおみの里振興委員会が、愛称の公募を行い、おみ学校の学校桜であることにちなんで、おみの里舞台桜と命名された。現在でもこの品種は、おみの里舞台桜が、全国唯一である。特徴一般的な桜は木ごとに、 花びらの数が一定であり、しだれ悲願桜の花びらは一般的に5枚だが、おみの里舞台桜は5枚から10枚と不規則である。桜森の森高随一,一などの働きかけで、専門家による鑑定が行われ、2004年の調査によると、5弁花が15%、6弁花が33%、7弁花が25%、8弁花が19%、 9弁花が7%、10弁花が1%だった。おみの里舞台桜は2011年3月22日に、飯田市指定文化財に指定された。飯田市天然記念物は23件目であり、一本桜としては8件目である。飯田市教育委員会は、樹勢や樹形が保持され、校舎との景観の調和も取れているとしている。2013年には森田が育てた。 半夜へに悲願しだれの苗木が東日本大震災の被災地である宮城県気仙沼市に植えられた。かつては地元住民の花見客も少なく2005年までは地元住民にしか知られていなかったが遊歩道の整備や夜間のライトアップなどを行った結果一気に言い出し有数の桜の名所となった。花見客の数は2012年に年間約5万人とも 2014年に年間2万人とも言われるほどである。毎年の開花時期には、地元の小中学生が花見客に桜の特徴などを説明する子供桜ガイドが行われており、また、飯田女子高等学校の茶道クラブによる茶会が開催されている。おみの里舞台桜の南西100メートル、座工寺公民館の西側には、6世紀の築造と、 推定される、石塚一号古墳があり、石塚一号古墳の石室の上には、おみの里、石塚桜がある。八重ではないしだれ桜であり、推定樹齢は250年。子孫おみ神社から約400メートル離れた、飯田市立座工事小学校の体育館横には、おみの里舞台桜の子にあたる半屋絵部に悲願しだれが、植えられている。 1987年には地元住民が校内への苗木の定食を申し出て、学校側には定食を断られたものの、苗ては困ると判断した、この住民が無断で苗木を植えたのである。この木は、親木同様に花びらの数が不規則であったことから、拒絶の拡散を懸念した、この住民は2012年頃に事実を学校に打ち明けた。小学校の教頭は、 子供と地域の人とのつながりが感じられる場所と話している。飯田市尾身の里交流センター、尾身の館尾身神社は、JR 飯田線元善工事駅の西約700メートルにある。尾身神社の周辺には、旧座工事尾身学校校舎、武田の之助記念国際糸操り人形館、飯田市尾身の里交流センター、尾身の館、尾身会館、尾身資料館、座工寺公民館、 おみの里舞台桜、おみの里、石塚桜などがある。神社周辺は元善光寺公園として整備されており、東200メートルに元善光寺がある。神社の背後には南元城の城石がある。ありがとうございます。